ンです。パワちゃんです。ママとパパちゃんです。今日は和歌山県の白浜にあるエネルギーランドにやってきました。なんかもうね、見るからにめっちゃ面白そうです。じゃあ最後まで見てねー。ガーン。ここです。すごい硫黄の匂いする。卵みたい。そうな、卵の匂いする。はい、ポーズ。両面温度正常。はい、いかついてありますか。はい、めちゃめちゃ面白そうだね。スタンプラリーあるわ。トーマスと一人やこれ。あ、ほんまや、トーマスの時もスタンプラリーしたな。あー、で、トモちゃん、歩くか、これさ、どうする？歩く。トトの負けや。ここです。何が出るのか。あ、石見つけるんじゃない。これ何？石、石よ。怖いな。やった、1個ゲット。1個ゲット。それ綺麗ね。よく見てしな。ないな。あと2つあるらしいよ。どっちやって。父ちゃんは諦める。諦める。この辺。あれ？今なんかカチッって言った。これ？すごいな。見つかりました。こちらがエメラルドの原石、天然石になります。もっと大きいの？あ、これ、あれ。やった。ここいる。何と？すごい。すごい。しました。大きい。はい。私、ゴムの。はい。日本のエネルギー自給率は何パーセントか知っているかい？やだ。お、似合ってんで。ちょっと向いて。めちゃめちゃ泣かせてくるやつやった。予想外のやつやった。ここいる。スタンプだ。あ、いいやん。だんだんほら、絵が仕上がってきたわ。お腹が減ったんでランチにしたいと思います。恐竜ナゲットもあるんだ。すごいね。すごい景色やで。目の前白浜。父ちゃんどう？楽しい。めっちゃ綺麗。
めちゃめちゃ綺麗。今日めっちゃ天気がいいのね。ね、綺麗な。綺麗な。今見てんねん。今見てんの。いただきます。ナゲット。ナゲットがさ、こう恐竜の形やのに。うわ。うわ。あの純粋系のナゲット。うわー、すごいね。かわいい、尻尾までついた。え、目が見えへんねん。これすごいな。すごいこれ。父ちゃんが好きなこれだよ。体重によって分身の大きさが変わるんだって。恐ろしいな、これ。ママフルやん。何？暴れるワールド。うん、やっちゃいましょう。え、何？いや、かわいい。うわ、やばく感じるわ。確かにさ、めちゃめちゃ怖い。すごい。すごい。え？あ、中に入る。おーちゃんどうでした？いろんなの重ねて立体的になったわ。すごいね。トリックアウトハウス向け。さあ、トリックアウトどうかな。エイムズの部屋。あ、ほんまや、ほうちゃん大きいね。今小さい。どうなってんのかな。チェンジ。音の森？音の森です。広い！ああ、これは電聖館やな。すごい。これ何？ここか。聞こえる。ミステリーゾーンに行ってみたいと思います。はい、入ると。うわ、これどうなってんの。すごい、もう気持ち悪いで、下がっとんか上がっとんか全然わからないけど。うわ、これめっちゃ気持ち悪いで。うわ、すごいね、これ。あ、水だな。あー、そういうことね。あってんねや。はい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 。うわ、気持ち悪い。怖い怖い。早く早く。ハハハハ。
ここへ足元にご注意ください。どうしよう。ちょっと見して。はい、ガッガー。ただいま。子供メインのあの場所でファミリー層が多いのかなと思ったら、意外にね、学生さんとかデートに来てる人がいました。どの年齢の人が来ても楽しめると思います、うん、じゃあね、よかったら白浜に来られたらぜひ来てみてください。じゃあこれからも子供と行けるスポットや面白い列車に乗っていきますので、チャンネル登録、評価、コメントお願いいたします。じゃあ次の動画でお会いしましょう。またねー。